これがメルヒン、いえグリムガルテンね。まったく博士もつくづく面倒な真似してくれちゃって。正直ありえないんだけど。いやーそうなんよ、いきなり博士から要請されてもうてな。忙しいしブッチしてもよかったけど、いろいろ利用させてもらってるからね。せめてギリくらいは果たさせてもらうよ。とっととやろうか。ほっといて、あなたたちに関係ないでしょ。肺の牽制班に知られてるなんて光栄やわ。って、もしかしてあの子シャロンとええ仲やったりしはる？ストレス溜まってたし、遠慮なく行かせてもらうから。ほんならせっかくのカドリール、心ゆくまで踊り狂わせてもらおうかな。守護者ね、油断しないで。手伝います。これ手伝います。限界突破だ。強気に行きなさい。全力で挑むぞ。一気に攻めましょう。頼んだわ。お任せください。ゴーゴー。全力で挑むぞ。盾にみんなを守って。昨夜 4SPG を手伝ったからって手加減は期待しないでよね。こっちも同じだ。あくまで立ちはだかるんならな。パイセンとしてストレス発散を手伝ってあげるよ。なんかますます上がってくるじゃん。何だか、ノリノリになってるような女子。いいだろ、こちらの遅れを取るつもりはない。ほな、来世でも元気で。好きにはさせない。あなたは私、私はあなた。お願い。じゃあね。
顔も含めて生きがええな。楽しなってきたわ。まったく久々に敵に回したけど、他の結社最強たちと同じく何たがわぬ実力だな。この調子でいきましょう。任せとけ。助太刀する、助太刀する。カモンだ。絶対防御チャンスです。リミット解放よ。ここで割り返しました。一気に攻めましょう。全力で移動ぞ。あとは任せてちょうだい。私の本気受け止めて。そのまま眠る。グランデラランデ。うちの特定初対面の人も多いようやけど、あっさり終わったらあかんよ。情報ではタスクグレイブという異常な武器を所持しているとか。まともにすらの能力だけでかかるで。続いてリン打ちと意義妖精ゲルブ後期よ。どうか頼んだわよ。ダブルバスター。カノン。あらまあ、ここまでやね。またいい経験が詰めたみたいね。まだまだいける。まだまだ改善できそうね。ここまで粘れば義理は果たせたかな。ちょっとストレス発散にもなったかも。おめでとうさ。でも次は結構えげつないかもしれへんね。あの子も配信とやらで今回来れなかったのもあるし。ま、せいぜい気をつければ。あの人性格は割とまともだけど能力の方はまともじゃないから。あの帽子の人はさらにシャレになってないけど。そうやね、シメオン班とかうちよりも古株っぽいからな。なぜかナンバーはうちが上なんやけど。ほなさいなら。安城お決まりやす。こっちはあくまでゲーム。例の件で何か分かったら連絡してよ。ガーディアンを撃破。グリムガルテン第4領域解放されました。よう、夕方はご苦労だったな。こちらもなんとかゴタゴタが片付いたところだ。私も明日には首都を離れますが、ぜひこちらの方で力にならせていただけると。いや、盛り上がっているようだね。いやー、お騒がせして申し訳あらへん。この GM がいきなり陣中見舞いしたいとか抜かしてな。一応財団の定常担当チームから許可を得た上で尋ねさせてもらってね。メアが気づいたこの聖域についても
さらなる機能強化の手伝いができるだろう。聞けば定常を奪った黒幕と目的がある程度は明らかになったとのこと。危機管理評価の再算定のため自分も一時的に協力させてもらう所存だ。これもいい機会だ、フェリーダ。改めて成長ぶりを見せてもらうぞ。わかったよ、お兄ちゃん。ピンポンピンポーン。いやー、ほんとしばらくぶりだよな。今回は事情があって花から別方面で動かせてもらっててね。表はカンパネルラに、裏は博士に任せて。おじさんはすっ込んでるつもりだったのさ。そうしたらどうだよ、 DG のパクリみたいな連中に某博士の遺産のレプリカ、挙句の果てに生かした仮面どもが現れて、いくつまでたぶらかされてるそうじゃないか。他の方面もイベント満載みたいだし、ボス巻きながら一ちょかみしようと思ってね。お前さんとはマジで久しぶりか。そもそもおじさんは武闘派じゃなくてね、せっかくの地の利とチートには頼らないとな。そんじゃ頼んだぜ、ウドゥリッカ。
ちょ、先に言うなし。まあいいや、今回だけだからね。ほうほうほう、ほうたるこい、こっちの水は甘いぞ。1抜け、2抜け、3抜けた。浮かす、ここまでの異能であったとは。知見度評価を更新、ナンバー18をダブル S に格上げする。その MK に目つけられるとか割とピエー案件なんだけど。はっは、炎上ネタで稼げて何よりじゃねえか。別に炎上狙ってないし。そんじゃ黒の定常第五領域守護者戦の始まり始まりってな。せっかく博士が用意した遊び場、壊れちまうくらい楽しむとしようぜ。クソッタレが。おそらく暗示も限定的なはずや。先に二人の芯を揺らして目を覚まさせましょう。最後の難関乗り越えましょう。はい、私が相手です。その身に焼き付けるがいい。うん、終わりだ。サイフオブスリーマン。続け。そうか。さてみんなを守って。期間限定の頼もしいパーティー迎え撃つかね。てめえ、またしても一線を踏み越えやがったな。あ、なんかマジオコ。まあせっかくだし、バイブス高めとか。一服どうだろう。こりゃ失礼。今宵はようこそ。ご苦労さん。頑張ってください。さあこれで退散だ。かかる。砕けろ。そんな非科学的な。よし、なんとか取り戻せた。腹立つけどもう一人も行くで。お願いします。ナルバトスレイオ。チューナ甘い。なんて言うの。黙ってろや。ドローン撃ち落とされたくなければな。生配信ならお自虐シーン確定っちゃとか。煽るね。まだまだもっと上げていかねえとな。任せる。ビブリーナガード。一本行くか。来た来た。あおな。支援します。一体の輝く炎の我が身を焼き切れ。クラッシュ。楽しませてもらったぜ。お、まだ伸びしろがあったか。まだまだ改善できそうです。ああ、もう終わりかよ。
ちょいとブランク空きすぎたかね。ぼちぼち勘を取り戻さねえとな。あっちゃー、やっぱヘイト案件だよね。でもあの鬼難易度クリアできるんだ。こらハウト、勝手に入ってきて何をやっているのかね。バレたか。本来なら第五の守護者は特別な行為厳重を予定していたはず。その準備をキャンセルして割り込むとはどういうつもりだね。いや、あんたには世話になってるし、少しくらいは借りを返さないとと思ってね。まあ、顔を出すのは今回が最初で最後だ。あとはシュメオンたちとよろしくやってくれよ。待ちたまえ。どうせ借りを返すのなら本格的に。そうそう、ヨルダが世話になったようだな。あっちはお断りだろうが、推薦人として手当と 4SPG の礼くらいは言っておくぜ。確かにな。そんじゃウルリカも助かったぜ。はいはい、よっつだーん。あのろくでなしが、同じ主に仕える人とは思えぬ身勝手ぶり。こうなったらあの方に何としても新たな第七の後釜を。なんだね、別に見せ物ではないぞ。余計なチャチャのせいで難易度も変わったが、次は私が集めた霊視データでも取っておきだ。ウルリカ、念入りに分からせてやりたまえ。それでは私は失礼する。ウケる、博士激おこじゃん。まあおじさん相手だと無理ないよね。とと、また忘れるとこだった。チッサン、ウルリウルラレウロボルス。私はウルリカ、言霊使い。ううん、インフルエンサーとか呼ばれてるかな。第2中、新鋭のお姉様を参考に配信始めたら結構バズっちゃってさ。あ、言っとくけど配信じゃ言霊扱ってないからね。それって他の配信者に失礼だし、例えばカトレアチャンネルとか。いやーマジそれだと思うわ。我ながらちょっちエグすぎるんよね。今回はこの通り謝らせてもらうとして、次やったら正々堂々とすっごい言霊聞かせてあげるから、楽しみにしてたよね、ヨルタン。ガーディアンを撃破、グリムガルテン第五領域解放されました。こちらアルファイド、破壊の確認と脅威度評価を更新しました。つうわけでここからは私らも手伝わせてもらうぜ。事情はシュバルツァーたちから聞いてな。かつては僕たちも手伝った定常、放っておくわけにもいきませんからね。ベルガルド先生、ケビンさんもどうぞよろしく。
仲良きことは美しきかな。お互い手を取り合っていこうじゃないか。あれ？そんなこと言ったっけ？頼まれてたオーダーの一つが昨夜のうちに片付いたところでね。知らないうちに弟弟子も合流してたからちょうどいい頃合いかなって。悪いけど赤番配慮はできない。全力で行くよ。この調子で番だな。まだまだコンチェリートはマジこれからだからね。
だったらこっちも爆上げしていくだけだ。無駄だ、頼んだ。輝けるためよ、我らの祝福を。目の方、はい。炎上チームを置いちゃいな。任せとけ。頼んでね。そこで4件。せめて高評価、チャンネル登録よ。もっと皆さんのお役に。このまま突き進むのみだ。新たな境地だね。新たな境地だね。つよつよじゃん。コンチェリータ追い払うとかパないわ。でもその調子なら万に一つくらいならシメッチパイセンにも届くかもね。ジラ、うちら決勝目は楽しむじゃなく楽しむの方を使うんだけど、気づいてたけ？そんじゃあいい感じに盛りまくって配信でも使わせてもらうね。次は私は外すかもだけど、遅れを取るんじゃねえぞ。めーガーディアンを撃破。グリムガルテン第6領域解放されました。あいちまったコマを埋めるため博士にしつこく頼まれたからだが、しかし二剣星に三大剣法の使い手守護騎士に因が揃い踏みかよ。おじさんも顔を出してたみたいだし、ちょっともったいなかったかな。そういえばお疲れ様、見事裏を書かれちゃったみたいだね。例の新型の感想を伝えたいけど、ネタバレになりそうだからやめておくよ。はい、先走らないの。あくまでゲームの枠組みなんだから、ここは僕もなんて思ったけど、せっかくの魔王の城だし、より盛り上げる裏方に回ろうかな。余計な真似を。すねないすねない。さ、クルエシ博士の手に落ちた魔杖、第七角に立ちふさがるは凶猛なるルーガルー。不死の軍団を従え、食らい尽くさんと迫る。さあ勇者たちの運命やいかに。せっかくだ、幻のクーデターの借り返させてもらうぞ。バルタ、ふん、返り討ちにしてまとめて食らってやるぜ。ジン守護者だね。ジンの色々さクライアンドスマイル。どうでもいいスマイル。覚悟。準備はできてるかい？この拳があれば十分だ。みんなも頼むぞ。メイン方、はい、アニエス。さーて、どう動こうか。行くぜ。しかし、どうでも思ったけど、影の国の時以上にこじらせてるみたいだね。余計なお世話や、愉快犯。なんであの時のことを覚えてんねん。うん、
いい感じだね。内閣、気をつけろ。さーて、どう動く？気張っていこうや。とことん楽しませてくれるじゃねえか。チッ、逆にスイッチ入れちまったか。あまたの風習の統合、ここまでとは。我らの祝福を。そこの逃がさを封鎖。まだまだ食い足りねえぞ。まだまだ飛ばせ。まあ、こんなもんやろ。これからも頑張ります。よっしゃ、ええ感じや。くっ、あらら、今のでクリアに判定されちゃったみたいだね。もうちょっと楽しみたかったけど、今回はこのくらいにしておこうか。ふん、いくら現実と似てても所詮はまがいものの七ってか。ちゃっかりしてるな。それじゃあ明日が結社と大統領府の相互不干渉協定の最終日になりそうでね。その意味で特に僕なんかは動くつもりはないよ。ちなみに俺はルクレツィアと同じく好き勝手に動かせてもらっててな。ま、お前らのうちのどこかと勝ち合うことになるかもしれねえ。そん時はせいぜいよろしくな。と言っても裏、博士の方は不眠不休で頑張ってるみたいだけどね。よかったら明日も付き合ってあげてよ。表に支障をきたさない程度にさ。そんじゃあな、今度はリアルで思う存分にやり合うとしようぜ。ガーディアンを撃破。グリムガルテン第7領域解放されました。お疲れ様だ。おっつー、気のぶり。バンさん、妙にブチ切れてんな。いよいよ定常も最終領域手前、おそらく実質的な決戦と相なるんだが、所長殿は何やらご不満のようだね。もうバンタソ飲んでしょ。バンタソ呼ぶんじゃねえ、とぼけてんじゃねえぞイマジネーター。どういう状況でとは聞いてねえが、グレンデルゾルガを再現したそうじゃねえか。そうなんですか。再現ってあのゾルガを。実はそうなの。夜みたいな色に変えていたけど、能力のほとんどをコピーしていた。圧倒的な凄みは再現しきれてなかったが、それでも嫌な気分にはなったよね。そりゃこの人に思い入れは皆無だろうけど。参ったな。すました面してなかなかえげつなさそうじゃないか。それが本当だとするなら少しばかり見過ごせませんね。ええ、
あの事件に関わった関係者の思いを踏みにじる意味では。そんなのバンさんが怒って当然じゃないか。それってもしかしてあのディンゴさんが関わっていた、ディンゴブラッド、 A を追っていた記者の方でしたか。うん、私も結構世話になったな。自由都市圏でも割と聞いてたぜ。一度会って飲んでみたいと思ってたが、名前だけは聞いていたが。いずれにせよ関心はしかねる所業だな。いやー、それはちょっちアウトじゃね。超えちゃいけない一線ってあるっしょ。そういうとこだぞ、シメチパイセン。ちょ、君までもかい。確かに少々後ろめたくはあったが、しかし犯罪結社のエージェントにそこまで倫理観を求めるっていうのもどうなんだい。目的遂行のためには手段を選ばない、それこそが我らの流儀と言えるだろうに。違うやろ、イマジネーター。アークライドが怒っとるのはそこやない。そないな偽物持ち出す必要ないのにわざわざ再現したってとこやろ。だから東海はやめなよと言っただろ。伝説の竜より赤黒い獣より君は強い。おそらく最強と謳われる火炎魔人並みに。それこそここにいる強者すべてを相手にしてもしのぎきれるくらいにか。そういうことだ。てなわけで余計なもん呼び出さねえでガチで来いよ。そのあんたをこちらも全力でぶち破ってこのクソったれな城の採用に入ってやるぜ。ま、アニエスたち抜きなのは残念だがな。バンさん、よくぞ言った我が弟子よ。ふん、そういうことならこちらも全力で助太刀するだけだ。ねえ、かの魔人に届く相手ならばなおさら。やれやれ、顔を出すかどうか少々迷いもしたのですが。そんな話を聞いたんじゃこちらとしても引き下がれねえな。やれやれ、私がマクバーンと同等、冗談も休み休みにと言いたいところだが、そこまで望まれているとあればこの状況での全力を出させてもらおう。シメチパイセン、マジでバッチボコたぎってんじゃん。つーか、ここのシステム耐えきれんの。壊れたら壊れたで博士が何とかするさ。ウルリカ、君も本気を出してくれるかな。おけまる。そんじゃ爆速でバイブス上げんね。中継越しだから限界あるけど、私が見込んだ推しのみんな、このままてっぺんまで付き合ってよね。望むところだ。どんな干渉も解析してしのいでみせる。静田さん、ここは連携しましょう。望むところさ、リン。姉さんが検定とは別に何年間かやり合ってきたなんて気。改めて勝負や、イマジネーター。守護者戦開始します。支援します。ここだ。執行者ナンバー7、幻想使いシール、全霊王の手を相手しよう。同じくナンバー18、言霊使いを上げ上げていくよ。突破させてもらうぜ。文字通りあらゆる手を使ってでもな。全力で挑むぞ。このまま戦う。魔装機か。これがオリジナル青黒き魔装機か。アクシーの落とし前は取り捨てる。覚悟しないが接続。リミット解放、バイブスを上げようぜ。おまけだ。見逃しつまり。
早口すぎてわからないんですけど。ちょっとわかる僕って。どうした？このまま攻めるわよ。全力で挑むぞ。バイブバターゲットで登場へ。このまま攻めるわ。せーの、力を楽しませてくれるじゃないか。ある意味ルギア女王以来かもしれないな。こいつは光栄やな。未だに届いてる気はせえへんが。せっかく本気を出してくれたんだ、とことん楽しもうじゃないか。援護するぜ。うなれ必死さ。ザッレノイの用心受けるしょ。現れる真にして義なる神。それでは涅槃の夜。やっちゃいなさい。ずーっ決まっていこう。余裕がなくなってきたじゃねえか。あと一息であろう。皆最後まで気を抜くな。まさか本当に超えてくるというのか。バイシャーコンアイスアンソー決まっていこう。バイブスアイアンソー。あとは頼んだ。させてもらうよ。つくよみな。わそこだ。オーグ連月一戦オッツァーラブル。決めなよバン。慎重に参りましょう。援護するよ。そこだ。ガッサンケラケラ。ようやここまで。ま、こんなもんだろ。各種ステータスアップです。ま、こんなもんやろ。うん、また新しい景色が見えたね。掴んだぜ。うふぉ。ぜぇ、ぜぇ、本気を出させたらとんでもないことになったけん。これ以上だっていうのか、噂の火炎魔人とやらは。ああ、しかもひょっとしたら奴の真の姿の域にも。あの黄金の魔剣召喚といい、どうにも少年は好きになれんが。ええ、ケルンバイターレンちゃんがいたらブチギレてたかもしれへん。ここにいないのがせめてもの救いだったかもな。だがこれにて決したであろう。私たちの炎と息吹が幻想と言霊を上回りました。ええ、この勝負私たちの勝ちよ。おとなしく負けを認めやがれや、イマジネタ。いや、失礼。少しばかり想像と違っていたのでね。正直なところ侮っていたよ。いかに断りに届いたとしても所詮は人間だが、所長殿に剣聖殿も含め確かにこの先に進む資格はあるらしい。何？言うだけ言ってとっとと退散かよ。礼儀としてチップくらいは残していくべきと思うがね。それは言われるまでもないさ。こいつは何らかのデータ構成体。すごいデータ容量みたいだよ。君たちがこの先大級領域に入っても
その才能は完全に封じられている。ノバルティス博士が深淵領域のデータを最終解析するために引きこもったからね。だが財団の手伝いは必要だろうが、それを使えば禁忌の扉は開くだろう。使うも捨てるも好きにするといい。うさんくさいわね。あの博士はあんたの上司なんじゃないの？まさかトラップ、いやウイルスとかじゃなさそうだな。ええ、確かにこの城そのものと霊的に同調しているようですね。そんなせこい真似はしないさ。単に私も気になっていたからね。この世界に何かあるかもしれないゼムリアの運命と言えるような日に、表の全てを放り出してまで博士が一体何を必死に探そうとしているのかね。それは確かにギルド総本部でもそれは話題に上がっていた。財団のチームでも疑問視されていましたが。おそらく君たちならばその一端を知れるだろう。だが心するといい。後ろの正面だあれ、知って後悔するような類の真実が確かに存在するであろうことを。とはいえ気になっちゃうよね。それも人の現在ってやつ。私も博士におねだりしたのに、それだけはガン無視でさ。そんじゃ激アツタイヤリオッツー、ラスボス挑むなら裏で応援してね。日々これ口実、今日という日が良きものであるように。ガーディアンを撃破、グリムガルテン第8領域解放されました。知れないけど、これから表で目にする真実の補完くらいにはなってくれるでしょ。バン、あんたたちも今度こそしばしのお別れになるわ。選別代わりじゃないけど、最後にこのくらいはしてあげる。で、あなたたち、あの妖精に声をかけられたと思ったら。うん、なんとか兵士を巻いて学生たちと合流したところだけど。財団のアバターシステムに介入、アニエス・クローデルを再登録しました。
からコーンって呼ぶんじゃん。でもういいか。それじゃあね、ワン。最後まで、うん、どこまでもあんた自身の流儀を貫いてみなさい。いいぞいいぞ、マルドゥック社。いや違うな、バリス5名家が保持してきた箱、おそらく女神の至宝を模したそれのみが私の知識欲、探求心、いやレゾンデートルに応えてくれる。およそ2000時間、いかに体感時間がほぼ無限といえ脳生理学的な限界はある。それでもこの城を乗っ取ったことで私の人生最高といえる研究生活を送れている。いやそうだな、彼の元で学んだあの日々には及ばないだろうが、有名、違う、断じてあれは夢などではない。今こそ私は証明してみせよう、この解析不可能なデータを解き明かすことで、あの三皇帝と呼ばれる連中よりも正しく偉大な主に使える資格が確かにあることを。ふん、思った以上に興味深いことを調べてるみたいね。ああその通りだ、まさに猫の手も借りたいくらいだよ。だがあと一歩で解析は終了する。そうしたら特別に君にも。え？どうしてここにいるお前たち。いや、あんたが用意したゲームをクリアしてたどり着いただけなんだが。お久しぶりね、博士。なんだかんだニアミスだったみたい。クロスベル祭事編以来だったか。双子の妹くんもいるのか。ようやく研究に協力する気になったとか。ならない、何度も断ってるのに。いい加減うざいよ。だったらなぜわざわざ。だから待ちたまえ。どうしてこの場所に君たちがいるんだ。ダージュックルダレゴン、あの不可侵のデータ障壁を突破できるはずが。いや、財団の力も借りてきっちり突破させてもらったよ。ま、決め手はあんたの部下からだけど。とこれはオフレコだっけ。まさかシメオンか。確かに彼の異能なら解析さえできれば。いやいや、そういう問題じゃない。ハーウッドといい人格破綻者だらけか。上司たる私が研究に集中しているのに邪魔させる部下がどこにいるというのだ。ですが執行者とはそういうものだと伺っておりますが。だいたいじいさん、ゲームの形式に作り変えやがったのはてめえなんだろうが。それを最後まで絶対にクリアできないようにしてんのはいただけねえよな。そういうところだぞ、F ・ノバルティス。見まかった聖女殿の高潔さを少しは見習ってはどうだ。黙りたまえ。精魂を失って少しは衰えてるかと思えば、あちこちで弟子を育てまくっては我々の仕掛けの邪魔ばかりしよって。そりゃまあ先生だしな。七組のもう一人のお弟子さんというのもものすごい人みたいですね。
何でも来るかとも遠い縁があるとか。へえ、そうだったのかい。確か教会の第8位殿だったっけ。リーンの友人ならなおさら興味深いけど。私は一度会ったことがあるわね。一つ下だけど落ち着いた大人物だったわ。他の守護騎士さんたちよりギルドと積極的に連携してるみたいね。何を和んでいるのかね。ここは君たちの雑談場所ではないぞ。だったらおとなしくラスボス戦を始めさせてもらうってことでいいんだな。正直あんたの調べようとしていることはこちらにとっちゃ二の次でしかないわ。でも盗まれたものの奪還が今回のミッションでもあるからね。アーティファクトと同レベルの解析不可能なデータに何を求めてるのか、そのあたりの是非については達成後にでも検証させてもらおうかな。もしそれが近畿の技術であるなら危機管理的な対応が必要かもしれません。はあ、反応兵器のようにかね。私はどんな技術もより好みしないが、植物的なものにここまで熱くはならんよ。それは確かに。反応兵器のレプリカも作ったら興味をなくされたそうですが。そうね、この人歪んでるけど、いわゆる分かりやすい科学者じゃないわ。どんな技術も上から目線ですぐに解析して、より改良されたものにした後は放置する。犯罪組織の幹部なら当然だろうけど、巧妙心っぽいところもなさそうだよね。そういうところはあの有名な三皇帝とも似てるような気が。あんな連中と私を一緒にするんじゃない。おいおい、孫みたいな年の部下にいきなりキレてんじゃねえよ。そうそう、落ち着きなって博士。クールにしてたらマッド感最高なんだろ。あの子が言ってたわね。ってあなたその場にいたっけ。なんだ、いきなり様子が変わりやがったか。昔からその傾向はあったな。三皇帝との比較を嫌悪、いや憎悪する。そうなんだ。でも一体どうして。今回ご活躍のハミルトンなら確かに行動力は認めなくもないが、それでも全く足りない。足りない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 。圧倒的なまでに資質と才能が、ひらめきとセンスと独創性が足りないのだ。あのシー・エプスタインの弟子を名乗れる資格がある意味において。え、博士、あなた。話はここまでだ。お望み通り最終守護者戦をあつらえてあげよう。ただし、いわゆる無理ゲーとやらになってしまうだろうがね。十字情報、何かが来ます。魔人だと。あれはクロスベルト帝国でバージョンを変えて投入された新規アイオンですが、確認された3タイプのどれにも
結社に入って聞いたことがある。アイオーンのアルファ、ベータ、ガンマ、そのどれでもない新型を建造中って。そうだったの。でも確かにこれはこの上なくそそるじゃないか。新規アイオーン、タイプイプシロン。現実世界でもロールアウト直前の新型だ。本当はデルタにするつもりだったが、想定以上の性能だったので一つ飛ばしたよ。この機体をもって黒の定常、第9領域の最終守護者とする。まあせいぜい頑張ってみたまえ。さすがに勝率はゼロではないはずだ。私は引き続き解析を再開させてもらうよ。まあ少しは彼のフォローもするがね。なめんじゃねえマッドジジイが。ただの巨体ではない。速度やギミック攻撃にも注意せよ。ロールアウト前なら隙もありえる。しのぎながらなんとか見極めましょう。ああ、それしか勝機はなさそうだ。行くぞ裏解決屋。シズナ、ヨルダモン、全開で頼んだ。ウーロ、戦棒を満たす息吹を持って。魔人、鬼人の類なら望むところさ。人相手ならいい機会かな。新ナンバーの実力証明させてもらうよ。突戦開始ってな。決めろよバン。決めろシズナ。リミット解放。ガンガン行くぞ。この調子で行きましょう。あともう少し。あのブラックボックスにこそ私の悲願が。博士の調べ物は気になるけど、まずは新規を退けるわよ。ああ、残念からの大型 4SPG 今こそ果たすぜ。いい気をして、押しでいきましょう。イプシロン、いいぞ、その調子だ。まだ無駄なあがきをしていたのか。諦めたまえ。突破はまず不可能だ。その機体はそういう風に作ったからね。自信満々にクソゲー宣言かよ。むしろ燃えるね。なおさら乗り越えてみせようか。大丈夫か。助かりました。手を貸すよ。第2887層ロンリプロテクトを解除。参考点でもこの防壁は。敵新規、確実にダメージは蓄積しているかと。うん、 VR 処理にわずかな試みを確認した。このまま畳みかけよう。戦況はどうなって。いやいや、今は解析に集中だ。兵士をつぶぎしろぜ。チャンスだ。ここだ。行くぜ。また嘘つくか。よし、電子ネメシスサーキットシグマ構築成功。あとは天の、いつの間にこんなに追い込まれて。はっ、よそ見してるからだろう。一気に決めるぞ。隙にはさせない。この調子でいきましょう。決めるわよ。クロスルゼ、うなら必死にタイ
決めるぜ。もう私のインプシロン、さらなる高みへ。ふん、やるじゃないか。達人揃いとはいえ想定以上のスコアだ。だがマクバーンを超える戦闘力という開発コンセプトは間違っていなさそうだな。呆れた。そんな無謀な目的があったなんてね。何度も聞いた結社最強。確か先生は面識があるんでしたね。うん、あれは厳密には人ではない、天才のような存在と言えるな。割と詳細に聞いています。それこそ神器を瞬く間に溶かしたとか。聞けば聞くほどヤバいんですけど。できれば会って手合わせをお願いしたいんだけどね。そう、彼もまたこの世界の断りからきっちり半分外れている存在だ。人のように振る舞ってはいるが、その本質はどこまでも我々と異質。バン・アークライド、君が抱えている魔王と同様にね。その名前を。てめえ何を知ってやがる。詳しいことは何も知らないさ。いろいろと推測できて非常に興味深いがね。そもそも君たちはこの世界について一体どれだけのことを知っている？ 1200 年前の大崩壊とは何だ？なぜ太陽の先にいくら行けども世界の果てにたどり着けない？どうしてアーティファクトはいかなる方法を使っても解析できないのか？そういった疑問に答えるヒントがあの深淵エリアには眠っているのだよ。そんなことって。始まりの地、いや、おそらくはそれを超えた。どうして MK は私の来歴も含めて。ああ、MK というよりその上なのかもしれねえが、メアコーの正体もってことか。だがそういう話になってくると、F ・ノバルティス、あんた自身の正体もってわけかい？バンさん、それは。そういえば詳しい話は聞いていないね。ギルドでも謎だった。人形兵器をはじめ現代文明の常に先を行くような最先端技術かといって、アーティファクトを積極的に使っているわけでもない。いかに13工房闇の技術ネットワークを抱えているとはいえ、それだけでは説明しがたいな。それこそ今回の核心に迫っちまった感じかよ。ああ、そうだ。私がどれだけこの時を待ち望んだと思う。常に世界から、いや歴史から、己を否定され続けているような疎外感、その絶対的な孤独感がわかるとでも言うのか。あんた、平常深淵エリアのデータクラスター解析第0段階は完了。サンプルとして 0.00001% 相当の指定データをサルベージしました。おお、やったか。構わん、
マーズ3、今ここで読み上げるがいい。一体何を、何の情報だっていうわけ。19998期グランドアーカイブにおける必要歴1154年のパーソナルデータより抽出。人物名フリオ・ノバルティス。ゼムリア大陸中北部デマンジュチ州出身。動力工学創始者クロード・エプスタインの唯一の直弟子だが、研究姿勢の問題で同盟破門。その後は死と他元を分かち、独自の研究開発に没頭していくこととなる。あった、あったぞ。やっぱり間違いなかった。私はちゃんといたんだ。バカな、あんたがエプスタイン博士唯一の直弟子、なんでそんな話になる。グランマたちを差し置いてどうして。しかも1154年といえば、確かエプスタイン博士が逝去された年。博士の裏弟子という意味で、まさか。なるほどなるほど、これは面白くなってきたね。アダーキに唯一記された海底の。君たちには分かるまい、この情報が私にとってどんな意味を持つかを。だがこれが分かった時点で、英語回帰計画の全貌が私にもつかめた。こうなれば今からでも表に顔を出してグラムハートの計画に干渉。なりません、ノバルティス。あなたは。頭に響いて。女だと。まさか。一度だけイクスと一緒に会った。まさかこの場にいらっしゃるなんてね。ノバルティス、あなた方使徒には掟を与えたはずでしょ。この黒き城については多めに見るとして、私がグラムハート殿と交わした協定を保護にするつもりですか。滅相もありません。干渉といっても手伝うという意味で。それもなりません。彼と協力者たちは自らの手でことを成し遂げる必要がある。あなたの役目があるかどうかは、その結果がどうなるか次第でしょう。ですが。求めていた答えにようやくたどり着けた紅葉もあるのでしょう。ですがこの件に一月以上あなたは不眠不休で没頭していたはずです。今はしばしお休みなさい。またあなたの力を貸してもらうために。名刺よ、もったいないお言葉。貴様らの勝ちだ。黒の手錠は明け渡そう。だが深淵エリアについてはこのまま解放させてもらうぞ。あとは今日の結果次第で。
はじめましての者もそうでない者も見くらう蛇が狩猟名手と呼ばれているものです。夜だとは先日顔を合わせたばかりですが、随分と見違えましたね、レン。オーリオールの顛末以来ですか。ええ、お久しぶりね、名手様。結社から抜けようとした時に現れて声をかけてくれたんだっけ。そうだったんだ。もしかしていくつのところにも。ええ、交わした言葉を伝えるわけにはいきませんが。あっさ、まあ無理は言わないよ。意外とマメみたいだが、改めてスプリガン、バン・アークライドだ。シュバルツァーやグラハムたちがいりゃもっと盛り上がったんだろうが。いえ、彼らがこの場におらず、あなたたちが私と相まみえている。それもまた必然だったのです。青黒き狭間にさまよう者よ。あなたは。幾度も聞いたその名、いつかまみえてみたくはあったが。どうやらこの場は顔見せに来ただけみたいだね。ええ、白金の姫、それに剣の乙女に元獅子殿、炎の巫女にキリンジ、 MK の SC に天使を宿す者、原野の猫東大も。紡がれるべきことの葉は数あれど、惑わせるのは本意ではありません。まずは迫り来る運命を見届け、立ち会い決断するといいでしょう。ごもっともだ。ウルリカ博士を。かしこまり、名士様。お呼びに預かり、マジ強烈至極。ほらほら博士、こんなところで寝てたら風邪ひくよ。ログアウトに付き合ってあげるから、ちょっとだけオッケーしようね。トリマ、全クリオッツァー。この後もめっそう応援してね。それでは回転の果てに、またの開講を楽しみにしています。最終ガーディアンを撃破、グリムガルテン第9領域解放されました。グリムガルテンの全領域を攻略完了。またの挑戦をお待ちしております。